どうもおはようございます。中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。今日の動画について話したいと思います。この後にロトセブンを購入して、それから抽選前の心境について話して、最後にロトセブン結果報告をしたいと思います。今日はロトセブンを購入します。前回は天気が悪かったんで購入せえへんかったんやけど、今回は購入しようと思ってます。ロトセブンはロト6と違って、まあ外れてんねんけど、惜しい外れ方が圧倒的に多い。3回連続惜しかったから、当選できるチャンスはある。いつ当選してもおかしくないような状態やから、ロトセブン、わずかなところで当選逃してるっていうのが3回、4回続いてるから、もうそろそろ来るんじゃないかなってちょっと期待してんねんけど、まあ前回がちょっと偏ってるからそこは難しいねんけど、10番台が4つかだったんかな。だから今日のロトセブンも10番台多めに出るんじゃないかなと思って、10番台多めに予想したけど、まあそれがいいように出てくれたらいいけどな。ここ最近見てたら10番台が多く出るっていうのがあんまりない。前回は出たけど、ここ最近の傾向を見てたら10番台は比較的少ないから、そこはどうかなと思ったけど、でもまあ、一口目かな。10番台は多めにまあ予想して、二口目は少し少なめに予想しました。当選できるかどうか。うまくいけば当選できるんじゃないかなってちょっと期待してるけど、まあ少なくても今のロト6よりは当選しやすいんじゃないかな。ロト6は本当にかなり偏ってるから、なかなか難しいけど、ロト7はまだ可能性はあると思う。前回はまあ偏ってるけど、ロト6ほど偏ってはないから、まだ可能性は、あると思うし、期待してる。だからもうこの後すぐにロト7を、購入しに行きます。購入したらまた報告します。それではこの動画はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。